初版譜の表題紙、風画の技法に単調 BWV1080 は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハによる音楽作品。1740年代前半に作曲が開始され、JS バッハ祭晩年となる1740年代後半に作曲と並行して出版が準備されたが、その途中で作曲者自身の視力が急激に低下してしまい、 コントラプンクトゥス143つの主題による4世のフーガが未完成の段階で作曲が中断されてしまった。何人かの音楽学者によって最初の12曲が1742年にチェンバロ独奏を想定して作曲されたことが判明しているが残りのフーガを書き始めた経緯は今もなお不明である。曲集はバッハの死後未完成のまま出版された。様な様式。 技法による14曲の風画と4曲のカノンが原稿の多くの版に収録されている。彼は卓越した大法の技術を駆使し、単純な主題を入念に組み合わせることによって、究極の構築性を具現化した。風画の技法という作品は、作品固有の緊密な構築性と内在する創造性によって、クラシック音楽の最高傑作の一つに数えられている。 風話の技法の初版は、バッハの時代に一般的に使用された鍵盤楽器で演奏できるように作曲されていながら、オープンスコアで書かれており、しかも楽器指定がなされていない。これは、当時の大方的鍵盤作品にしばしば見られる形態であり、鍵盤以外の楽器で演奏されても良い旨を明言している作曲家もいた。また逆に競争曲などを、 鍵盤用に編曲して演奏することもしばしばあった。こうしたことからバッハは鍵盤独奏で演奏可能な風画の技法についていくつかの楽器の組み合わせによる演奏を容認していた可能性がある。一方でグスタフ・レオンハルトはこの曲がチェンバロのために作曲されたと主張し他の楽器で演奏されることに否定的な見解を示している。 未完成の最終風画を除くすべての風画は上下展開されたり装飾もしくは変形された主題を元に書かれている。最終風画の主題については単純化された主題に過ぎないとする説もある一方で全く別の主題であるとする説もある。一部の学者及び演奏家は後者の説に従い未完成の最終風画は風画の技法とは別の独立した作品であるとしている。 初版曲集が未完成となったことについては、上記の他にも研究者によって様々な説が出された。本当はもっと早くに完成していたが譜面が紛失したという説や、未完成の風画は、風画の技法に含まれず、他の曲をもって曲集は完成していたという説もある。さらには、バッハのチェンバロ曲の多くが3の倍数組で構成されていることから、 最初に完成した12曲の後に、もう一組の12曲を完成させる意向であったという推測もなされている。長年、これらの説を裏付けるような楽譜や資料は発見されていなかったが、近年の研究では、バッハがこの作品の出版について問い合わせた文献が残っており、少なくともこの作品を完成させる意図はあったこと、完成した曲はすでに構成願いを出していたこと、 そしておそらく絶筆ではなかったことが指摘されている。図らずも未完となってしまった曲集はバッハの意思を組み出版されたが、わずか30部足らずほどしか売れず、同時代の評判はあって泣きがごとしであった。とはいえ一部の愛好家には次第に受け入れられ、1800年代以降の筆者譜が少なからず残されており、 さらに1838年には、セルニー皇帝によるピアノ譜が出版された。この曲集が演奏家にクローズアップされるようになったのは、19世紀後半以降に、サンサーンスなどの優れたピアニストがピアノで演奏することが広まってからであった。1740年代前半に書かれたとされる、自筆譜と出版譜がある。自筆譜では15曲が一冊にまとめられている。 最初の数曲は、整然とした書体で書かれており、上書譜のように思われるが、次第に書体は乱雑となり、多くの修正が書き込まれている。自筆譜に含まれるのは、以下の各曲である。またこれら以外に個々に伝えられた、自筆譜として、拡大及び範囲いきなりによる、カノン、ホーティンの編曲及び未完成の風画がある。出版譜には、 1751年に出版された初版と1752年に出版された第二版がある。様々な大法の技法が用いられ、それらは後の研究者によって単純、半行、拡大及び縮小、多重風画などに大別された。曲全体を上下展開しても演奏可能であるように書かれた共造風画という珍しい様式も見られる。 出版符では、対位法の技法の種類ごとに曲が配列されている。また、個々の曲は、コントラプンクトゥスもしくはカノンと名付けられている。単純風画単行風画、装飾された、主要主題と、その範囲なりを含むもの二つの主題による二重風画、及び三つの主題による三重風画共造風画は、楽譜に記されている音符をすべて上下逆に読み替えても、 音楽的な損失なしに演奏できる風がのことである。カノンは、主題と応答の音程差や技法によって、名前が付けられている。コントラプンクトゥスサーティンの編曲未完成の風が当時の資料によると、出版府のための銅板彫刻はバッハが、死に至る前に始められた。しかし、すでに健康を害していたバッハが、試し釣りをもとにして、構成を実際に行ったかどうかは、 疑わしいと考えられている。また、出版府はその巻末に、いわゆるアンコールのような関係のない作品を含んでいる。これは、我何時の魚座の前に進み出て、BWV668A として知られる、コラール前奏曲であり、バッハはこの作品を死の床で、口述引きさせたと言われている。この曲は、未完成に終わった風画の穴埋めとして付け加えられた。 ことが序文に記されている。BACH のモチーフ第14、コントラプンクトゥスは、3つ目の主題が導入された後の239小説で突然中断されている。自筆譜には、バッハの息子である C.P. バッハによって、作曲者は、バッハの名に基づく、新たな主題をこの風画に挿入したところで死に至った、と記されている。しかしながら、現代の学者たちは、 この記述について強く疑問を抱いている。なぜなら、自筆符の音符は疑いなく、バッハ自身の手によって書かれているものであり、視力の悪化のために筆跡が乱れるより、前の1748年から1749年の間に書かれたと思われるからである。また、未完成の冬画を保筆し、完成させて演奏した例もある。しかし、多くの演奏家は、 原点通りに未完成のまま演奏しているようである。録音においては最後のいくつかの音符にフェードアウト処理を施していることもある。ありがとうございます。